あなたのハートにペネトレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。今仕事終わって家に着いたばかりなんですけども、すでにキックオフしております。なのでこうやって今準備しながらダゾーン観戦しているんですけども、本日5月の14日土曜日、明治安田生命 J1 リーグ第13節、京都サンガ対清水エスパルスの試合でございます。もうちょっと着替えますね。とりあえず、いやエスパルスのボールで、キックオフしてるんですけども、ようやく落ち着いた。ただいま試合経過3分25秒経過したところなんですけども、まだ、お互い無得点と。よかった、間に合った。いやもうこの流れでスタメンを確認していきましょう。スタメンこんな感じになっております。鈴木唯人選手と松岡大樹選手がアンダー21度代表候補合宿に呼ばれたんですけど、怪我で辞退ってことなんですけども、まあ大事を取ってってことだったのかな。まあとにかく大きい怪我とかではなくて良かったです。今日は唯人スタメンに名を連ねておりますし、松岡くんも、ベンチに入っております。あと今シーズンリーグでは初めてかな、確かカルリーニョス選手が、スタメンに入っているということ で対する京都さんがなんですけども、で元うちの選手だった、現時点での J1 得点王であるピーター・ウタカ選手。ウタちゃん怖えよ、ウタちゃん。確か2015年だったかな、うちがね、J2 への降格決定してしまった年に、入ってきた宇高選手だったんですけども、まあね、その宇高選手の能力を生かしきれなかったという当時苦い記憶もあるんですけども、ね、今はもう37、8歳ですかね、まだまだ活躍しているという J1 で本当すごい選手ですよ。あとちょっと今日メンバーに入ってるかまだ見てないんですけどもね、飯田選手とか、あと元気大前選手とかが所属しているという因縁深いチームであります。でこの立派な新スタジアム、サンガスタジアムですか、行きたかったんですけどもね、まあいろいろスケジュールもありまして行けず、こうやって自宅でダゾーン観戦ということになっております。ただいまですね5分50秒過ぎたところであります。ここからいつものような感じで観戦していこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。ナイスオナウドサンタナ、いや京都もかなり激しく来てるんですけど、怪我だけは気をつけてくれ。唯人無理やりえぐっていった、いけ、いけ、打て、打ち切れ、いいよ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 、押し込んでる押し込んでる、いいよ、なんか今日はいけそうな気がする。いや今日いいよみんないいよみんなってすごい抽象的な言い方ですけど、なんかみんな体切れてる気がする。あーオフサイトか、オフサイトはないか、オッケー、おー、その前オフサイトか、上福本選手のナイスセーフだったんですけども、その前オフサイトか、いやーでもいい形、素敵素敵、うわー打ったか、オッケー、わー、さあ25分経過、未だ両チーム無得点ではあるんですけども、攻守の切り替えが激しくて非常に見応えのあるというか見てて面白い。ただ気を抜くと一瞬で一発でやられそう。とか山原くん京都出身か、普段全然関西弁出ないから忘れてましたけど京都出身だ。うわーホナウド、そのミスはやだー、宇高に渡っちゃったよ、右にいる上もう一人、どうする宇高は、自分で行くのか、自分で行くのか、奪いきれ奪いきれ、うーん嫌だ、やめろ、オッケーゴンちゃん、うわー最終的にスローイン、あーはははー、ゴンちゃん落ち着いてた、オッケー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 、気が気じゃねえよ、ダゾーンで見ててこんだけハラハラするんだから現地にいたらとんでもないことになりそうだあーもういつの間にか44分、いやーもう激しい攻防で時間が経つの忘れる。さあ45分経過アディショナルタイム1分、アディショナルタイム残り30秒というところでコーナー最後のプレーになるかな、前半
あー、しのごう、しのぎましょう、みんなでしのぎましょう。クリア、オッケー、ここで前半終了です。オッケー、あー、面白かった。得点こそ入らなかったんですけど面白かった。まあその分怖い思いもいっぱいしましたけども、まあ、どちらかというと決定的なシーン、まあそこまで多くはないんですけど、京都の方がよりちょっとゴールに近いところまで迫れてたのかなっていう印象かな。ただね、エスパルスも、まあ両チームともになんですけど、本当攻守の切り替えが早くて激しくて、本当見てて面白い。いや、だからこそ勝ち切りたい。ね、京都までこんだけたくさん行ったサポーターの皆さんを喜ばせてあげましょうよ。選手の皆さん、ご飯よろしくお願いします。ハーフタイム、タイム、タイム。後半選手入ってまいりましたが、おそらく交代はなし。まあね、前半かなり疲れそうな試合してたんで、もしかしたら早めに交代っていうのもあるかもしれないんですけども、その辺も含めて広岡監督、采配お願いします。さあ、京都ボールで後半キックオフです。先制しよう。すいません、後半に入って前半ちょっとバタバタしてたんで初めて気づいたんですけど、那須さん解説なんだ。ダゾーン初めてだな俺。あったんすかね、今までも。初めて聞いたな、那須さんの解説って。いやー、ちょっと前半同様激しいというか、走行距離すごいことになるんじゃないですかこれ。マジで両チーム激しいな。怪我気をつけてよマジで。いや、見てる方は本当激しくて気持ちいい面白い試合なんですけども、選手はねもう本当どっちのチームも怪我だけは気をつけてほしい。まあ、怪我を恐れてたら何もできないんでしょうけど。さあ、サンタナ、サンタナ、うわー、いやー、上福本選手の飛び出し。サンタナもうちょっと落ち着きたかったが、いやー、ただちょっとずつゴールに近づいてる気はする。さあ、ユイト、ユイトが運ぶ、ユイトが運ぶ。さあ、上、カルがいるぞ、カルもいるぞ。自分で行くのか、自分で行くのか。うーん、強引に突破しようとしたがダメだった。いや、でもあの強引さもユイトの魅力ですよ。3枚替えのようです。68分過ぎたところなんですけども、サンタナ選手に代えてオセフン選手、カルリリオ選手に変えてカーミヤ選手、そしてホナウド選手に変えて松岡大輝選手と、おそらくポジションはそのままだと思うんですけど、頼むぞ。空中戦絶対勝つマンのセフンが入ったので、そこをねなんとか生かしたい。オッケー、ユイト行け、ユイト、ユイト、うぅいやー、ここまでユイトも走ってるから疲れてるはずなんだよ。もうちょいだったな、もうちょい一歩出れてたら。ユイトに変えてコロリ。いやー、絶対ねもうユイトを酷使しすぎだと思うんですけど。さあ、コロリ、コロリ久々に見た気がする。ベンジ頼むぞ。おお、立て続けに変えてくる。山原選手に変えて滝くんか。タケ君そのままサイドバックとして入るのか。うーん、勝負に出た平岡さん。このための先日のエリートリーグでのサイドバック出場だったということか。タケ君どちらが均衡を破るのか、勝った時も目が離せない。オッケー、さあ神谷どうする。さあ出した、いけー、90分経過、あとアディショナルタイム5分。頼むよ。あー、宇高が持った。この時間でもあんなドリブルができるのか。うわー、もうお互いギリギリのところでディフェンスで、ディフェンス、あーはー、うわー、ゴンちゃんナイスゴンちゃん完全に抜かれてた。うわー、しゃー、ゴンちゃん救ってくれたよ。これが日本代表。さあ、あと30秒、ラストプレーになるかな。
エスパルスのゴールキックで、これがもう最後のプレーになってしまうのか。シュートで終わろう。さあ、まだ終わらない。ラストプレーいけるか。セーフ。収められず。ナイス。まだ終わらない。どうする、どうする。早く、早くしないと終わるぞ。さあ、さあ、ラストチャンス。カミアン、いけ。枠には行ったが、ただまだ終わらない。京都がボールを回す。もういつ終わってもおかしくないような状況でしょう。宇高がボール、ここで試合終了。ああ、面白かった。うわあ、見応え十分でございました。今シーズン初めてだったじゃないでしょうか。ここまで拮抗した試合は、スコアレスではあったんですけども。めちゃくちゃ激しかった。面白かった。いやー、今日はもう、勝ち点1持って帰れたということで拍手でしょう。アウェーで。いやー、両チーム、選手が健闘を称え合っております。いやー、非常に、ね、激しくて、厳しいプレーもあったんですけども、非常に見ていて気持ちのいい試合でした。ああ、ありがとう。J リーグって面白い。最後も決定的とも言えるピンチもあったんですけども、権田選手よくしのいでくれました。ありがとう。ありがとう、エスパルス。いや、本当現地行った皆さんもお疲れ様でした。まあ、誰もがね、勝ちたかったっていうのは前提として、かなり納得しきれないかもしれないんですけども、納得に近い試合だったんではないでしょうか。いや、選手の健闘を称えてあげてほしいよ。両チームともに今日は本当に、いや、ありがとうございました。さあ、これで次水曜日にルヴァンの広島戦、ホームアイスタでの試合を挟んで、また週末にリーグ戦ということで、おそらくルヴァンの試合は今日のメンバーはほとんど出ないんじゃないかと、ターンオーバーで使うんじゃないかと思うんですけどもね。その分、ね、ここまで出番の少ない選手、特に西澤くんとかもね、アピールしてほしい。そこからまたこの次のリーグ戦に向けて、ね、今日のみたいな試合を勝利へ導けるような選手がそこからね、出てきてくれたらと思います。いやー、手に汗握ったな。リベロチャンネル、お疲れ様でした。これで本日の動画以上になります。最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。ではまた次の試合、ルヴァンカップ広島戦の動画でお会いいたしましょう。どこでお会いできますでしょうか。お楽しみに。というところで、次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。いやー、新しいスタジアム行きたい。京都の。来年は行こう。あ、京都の選手、アウェーのお客さん側にも挨拶来てくれるんですね。めちゃくちゃ好感度が高い。